でいるんですか。メイク入ります。メイク入りますじゃなくて。あ、本持ってんのは。はい。さすが。メイクを。このまま誘導します。こっちは。いや、メイクここっすよね。メイク大丈夫です。あ、メイク大丈夫です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。またいるんですか、ここに。はい。どこにでも来ますね。え、いつでもいます。いつでもいます。デュエルですか。僕もデュエルしてるんですよ。あ、デュエル。はい、こちらね。全然俺に行かれますよ。着座してください。遠藤選手、お疲れ様でした。まずは、ありがとうございます。ワールドカップ。はい。今日、デュエル、こちらの本、はい、販売記念ということで、うん。イベント。そうですね。はい。ということで、今回撮影させてもらって、時間を作ってもらった。ありがとうございます。はい。少しだけ読ませてもらいました。なんか気になる。少しだけ。少しだけ。だから全部ね、全部読んでください。あ、まだね、読み切ってなくて、さっき手、はい、手元に。あ、なるほど。うん、来たんだけど。で、ちょっとワールドカップも含めて、聞いていきたいんですけど、はい。まず最初この本の中で、うん、この前への戦術が整理されてないっていうところがあるんですけど、はいはいはい、前へっていう考え方がないのに、うん、戦術ないとかあったとか、うん、その比喩しても日本サッカーの前身はないと思ってっていう渡るのこのここのフレーズがすごく気になって、うん、これは意味としてはやっぱそのまんま、そのまんまですね、はい。守備でもそうですし、うん、攻撃でもやっぱりその前の意識っていうのは、うん、持つべきで、まあ、もちろん戦術はいろいろあって、うん、そもそも正解はないっていうところから僕はまあスタートして、うん、それでこう、まあ、本にも書いてありますけど、うん、その最適解を見つけるっていうことで、うん、まあ、いろんな対戦相手だったりとか、うん、まあ、自分たちの選手の特徴だったりとかっていうのを生かしながらシステムだったりとか、うん、その戦い方っていうのを変えるっていうところが、まあ、大事だなっていうのは思ってて、その中でも結局最終的にやっぱりゴールを奪わなきゃいけないっていうところを考えると、まあ、どのような戦術だったりっていうのを置いたとしても最終的にはやっぱりプレーの選択っていうのはどん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 前にしていかなきゃいけないと思いますし、まあ、守備に関しても、ね、まあ、もちろんそのブロックを引くっていうのもあれだと思いますけど、じゃボールをじゃあより奪いに行く、前に行く、どうやったらこう最終的にプレッシングをかけて相手に切らせるのかみたいな、そこら辺の細かいところの部分まで、まあ、突き詰めると出る方がチームとしてはいろんなオプションが持てるんじゃないかなっていうふうには思いました。まだまだそれは一つの箇所だけこう読んだだけなんで中身濃く書いてあるので、皆さんぜひ概要欄の方にこちらデュエルお願いします。届きますのでぜひ購入して読んでください。はい。今からちょっとワールドカップのこと、はい、まあ、何度も聞かれてると思うんだけど、まあ、時間も限られてるのでちょっとその要所要所で聞いていきたいんですけど、うん、まあ、大会前から準備期間があって、はい、カナダ戦1試合その時出てないけど、うん、でまあ、敗戦ということで、うん、それで大会に臨んだわけじゃない、はい、まず大会前の雰囲気とそのドイツに対してどういう思いというか率直な感想というか、なんて言うんだろう、もう強豪国じゃない、うん、だから思った以上にこう渡るの中で大きく見てたのか、うん、それともそんなことはなくて全然普通になんていうか、ただ一相手として見てたのかとか思って、あ、僕はもう本当一相手というか、うん、初戦ドイツもう勝ち行きたいなって思ってたんで、うんうん、もちろんその引き分けっていう選択肢もそのゲーム状況によってはありだなっていうのはありましたけど、やっぱりどうやったらドイツに勝てるのかとか、やっぱりブンデスでやってたんで、うん、こうそのね国の代表選手たちとやるっていうチャンスはなかなかないわけなんで、うんうん、勝ちに行きたいなっていうか勝てるチャンスはあるなっていう思いで挑みましたけど、うん、大会前 そのチームの雰囲気としては負けたけど別に特にそのそんなに気にはしてなかったと思います、ね、うん、もちろんカナダ戦 もうある程度そのドイツ戦を想定しながら戦ったと思いますし、うんうんうん、そこら辺は結果というよりは自分たちが何を求めてそのカナダ戦に挑んだの か、どういうイメージを持って挑んだのかっていうのが大事だと思ってたので、うんうん、ドイツ戦いざ始まって0対1、はい、で試合が、まあ、前半取られてっていう、うん、それは渡る的には想定内だった、その0-1で進んだあの前半っていうのは、いや、まあ0-0が理想でしたけど、うん、まあ0-1は OK だとは思ってましたね、うん、ただ前半終わった時にこのやり方でやってたら2点目3点目いかれるなって思ってたんで、うん、そこはこうハーフタイムでじゃどう修正するべきなのかみたいなことは考えてましたね、うんうん、で、いざそのハーフタイムで戦術ガラッと変わるわけだけど、スリーバック、はい、試合前に監督、森保監督からはそれはなかったでしょ、プランとしてっていうか、まあ、選手に伝えてたわけじゃないでしょ、その時、まあ、もうそのハーフタイムに変えるとは言われてはないですよね。あ、そうだよね、はい、その状況において、オプションはあるけど持ってるとは言ってましたけど、で、そこで
いざね、はい、あの帰るんだけど、その準備っていうのはしてたの、その、まあ、3バック、3、4、2、1ってとこで、うん、まあ、準備期間もそのあった中で、うん、そこのシステムでの練習っていうのは結構し、いや、めちゃめちゃ練習してたわけではないですね。ああ、そうなんだ。うん、はい、まあ、ただ、試合でも、その3バックやったりはしてましたし、それこそカナダ戦も最後ちょっとこう3枚にしてとかっていうのはやってたんで、うん、やるタイミングが来るだろうなっていうのはイメージしてましたけど、うん、まあ、正直あのハーフタイムで変えるっていうのは少し選手も予想外だったと思いますし、ただ結果的にそれがすごくハマったし、個人的にはシステムを変えるというよりはちょっとプレッシャーのはめ方を変えるのかなみたいなイメージを持ってたんで、まあシステムを変えたっていうのはすごくその森保さんの采配はすごい当たったと思いますし、まあチームがよりこう前向きにあの守備できるようになったんで、はい、勝てた要因だったと思いますね。いやでもあの、ね、同点になって逆転ね行くまでって、まあ、もちろんそのピンチも多かったけど、はい、そのシステム変更してもでも前半より明らかにピンチの数は減ったし、うん、前で奪える回数が増えたし、はい、だから本当になんか日本の流れになったっていう感触だったんだけど、うん、実際にやってる選手たちも、まあ、見てる通りの感じでこれいけるっていう感触が、そうですね、個人的にはあの、まあ、1点は追いつけると思ってましたね、うん、1点は取れるだろうと思ってて、まあ、もちろんやっぱりちょっとこう前がかりにチームとしてなってたんで、やっぱり1対1の局面で剥がされて最終ライン勝負されるみたいなのは、うん、まあ、リスクとしてはありましたけど、まあ、でもそこのリスクを取ってこその、うん、あの同点で逆転だったと思うんで、うん、あのそこは選手一人一人もしっかり何をやるべきか理解した上でピッチに落とし込めたかなと思います、うん、ブンデスリーガでそのデュエルナンバーワンっていう称号を得てるから、しっかり結果としてね、だから一番多分落ち着いてたというか、うん、むしろやりがいの方が大きかったみたいな、はい、緊張とかよりその強い相手に対してやってやるの方が強かった、まあ、そうですね、特に緊張もなかったですし、とにかくこのワールドカップの舞台を楽しみたいと思って、うん、その初戦ドイツ戦は挑んだし、うん、まあ、前半はあの展開でも後半相手少しずつ落ちてくるだろうなみたいなのも、うん、やっぱりそれこそドイツでバイエルンとかとやってる分、うんうんうん、ある程度イメージはできました。これはもうでも大きな差だよね、やっぱ経験してるかどうかっていうのはね、うん、そこで勝利して2戦目コスタリカ、はい、コスタリカ戦は前半良くなかった、その流れ的に、うん、まあ、自分たちが持ってたけどそんなに多くなんかチャンスを思ってる以上に作れてなかったっていう印象なんだけど、はい、そこはやっててどうだったの？その、いや、まあ同じっすね、うん、まあ、コスタリカもそこまですごく前からプレッシャーかけるわけではなくて、ある程度ね、ちょっとブロック引きながらとか、うん、もちろんその奪われた後の切り替えの部分で結構そこは激しく来てたんで、うん、そこでこうなかなか自分たちも主導権握れないなっていうのはありましたし、まあ、一つ日本代表の課題が出たというか、うん、逆にこう引かれた相手に対してじゃあどういう風に崩していくのかとか、うん、まあ、ラインは結構高かったんで、個人的にはもうちょっと裏のボールを前半からこう使って、うんうん、相手をこう引き離すみたいなプレーをしてもよかったのかなみたいなのは思ってました、ね、うん、なるほど、まあ、相手も最後75分過ぎぐらいかな、80分ぐらい、うん、ちょっと前からプレッシャー強めてきて、はい、失点っていうことになるんだけど、うん、で敗戦、まあ、もちろんその日本的にも選手たちにも言いたかったと思うんだけど、はい、その後の選手たちとか渡る本人としての気持ちも含めてどういう状況というか状態だった？最低でも勝ち点1は取らなきゃいけない試合だったと思うんで、うん、ただそのマインドがあったからこそ失点したなって思ってて、なるほど、うん、ああいう残り5分とか10分とかってなっていくと、1点目を取りに行くのかこのまま勝ち点1でいいのかみたいなところは、うん、やっぱ選手それぞれこうなかなか全員が共通意識を持つのってすごい難しいと思ってて、うんうん、ちょっとやっぱり引き分け OK なのかなみたいな雰囲気があったからこそ、ああいうところで少しこう隙を作ってしまって失点したのかなみたいな、うん、もっと逆に1点を自分たちが取りに行って前向きにやっていったらもしかしたら1点取れたのかなみたいなのは振り返って思いましたけど、うん、まあ、負けた後の雰囲気っていうのは、まあ、もちろんいいものではないですけど、うん、まあ、まだ1試合あるし、うん、まあ、スペインにとにかく勝つしかないみたいな感じでしたね。でいざスペイン戦、まあ、僕も現地で見させてもらって、はい、渡るはまあ途中からの交代っていうことにはなったんだけど、はい、まあ、あれも 0-1 でこう進んで、うん、まあ、この詳しい内容はこの後あのメンタルモンスター長友佑都さん、あのそこは聞きたいと思うんですけど、はい、出てたので、まあ、渡るは外から見てて、
実際まあ 0-1、うん、ドイツ戦と同じような展開、うん、でシステム変更またしてっていう、うん、実際その客観的に外から見てて、このスペイン代表に対して、はい、日本代表チームがどうだったかっていう雰囲気も含めて、うんうんうん、1失点目は結構早かったんで、うん、ちょっと嫌な感じはしたんですけど、うんうん、まあ、でもその 0-1 っていうのは問題ないっていう、うん、まあ、ベンチは結構無駄にポジティブだったというか、おー、なるほど、まあ、1点やられたけどとにかく 0-1 で折り返せば大丈夫みたいな、まあ、ある程度それぐらいの余裕がベンチの選手たちはあって、うん、ポゼッションとかも電光掲示板にもう80対何かそうだね、そうだね、もうみたいなの出ても、うん、もう大丈夫大丈夫みたいな感じで、まあ、そこが全てではないっていうところで、うん、まあ、しっかり最後守って 0-1 で折り返せばチャンスあるっていう感覚でしたね。うん、まあ、それでまた戦術変更、うん、まあ、選手交代も変更して、うん、本当はまた流れがガラッと変わって、はい、でまあ、追加点までいけて、うんうん、最後、まあ、出場してっていうところだったと思うんだけど、まあ、しっかりとクロージングして、はい、あの勝利はもう特に、まあ、日本の皆さん興奮したと思うけど、うん、このドイツ戦の勝利とスペイン戦の勝利が日本サッカー、まあ、次のワールドカップ4年までの、うん、この未来っていうのを保証してくれたというか、うん、本当あの多分ドイツ戦負けたら一般の人たちそんな見なかったと思うし、はい、地上波にも乗ってたけどそんなに興味が、うん、あの勝利はめちゃくちゃ大きかったと思うんだけど、選手たちはその喜びは多くあったと思うけど、実際勝利後の雰囲気とか含めてどうだったっていう、その、まあ、雰囲気は良かったですよね、うん、はい、もちろんなかなかあのグループを首位で突破するっていうのは、うん、もう一回やっても、まあ、できるかわからないぐらいの、うん、それぐらいタフなグループだと思いますし、まあ、一方でやっぱりあれのあのグループを1位でできるだけの実力が日本にもついたっていうことを証明できたと思うので、うん、日本はすごく盛り上がったっていうのは聞いてますし、それはすごく日本サッカーにとってはあのポジティブではありましたね、はい、いや俺トロフィーさ、バドワイザーのトロフィー渡させてもらったんだけど、はい、あの田中碧選手、はい、あの時なんかひょうひょうとしてて、うん、もう全く浮き足立ってね、俺が浮き足立ってたから俺の方が興奮してたから、はい、なんかもう別に僕らはここが目標じゃないんでみたい な、うん、なんか落ち着きすらあったから、うん、なんか多分渡るもそうだし、やっぱそこはもう経験値なのかな、まあ、見てるチームとしての視座が違うっていうところだったのかなと思ったんだけど、うんうんうん、実際その、まあ、興奮もあっただろうけど、はい、そんなになってね、うん、あの喜び爆発しまくってずっと続い最後まで、まあ、そういう感じではないですね、まあ、そこは多分どちらかというと見てた側の人たちの方が大喜びしてたと思うんですよね。だから日本でも、ね、渋谷の交差点こうわーみたいな、はいはいはい、ああいうのがあって、まあ、僕ら選手からするとヨーロッパでプレーしてる選手が多いですし、うん、ドイツやスペインに対してもやれる自信があって大会に挑んでた選手たちばかりだったんで、ある意味必然というか、うん、まあ、この先勝たなきゃいけない、まだ終わってない、うん、何も成し遂げてないみたいな印象でした、うん、でその先、まあ、クロアチア戦になるんだけど、でそこも僕で現地から見させてもらいました、まあ、そこはもう渡る全部出てて、クロアチア実際にこうやって最後 PK まで行っての敗戦だったんだけど、前半に決めて、うん、でまあ、リードする形になったと思うんだけど、はい、前半すごい入りも良かったじゃない、うん、前半自体のこの一番ワールドカップの中で前半っていうのは試合内容が良かったなっていう、はい、そこで後半になってっていうところになったと思うんだけど、その試合全体も含めてクロアチアに対して流れ的なものも含めてどうだったっていう、いや入りはかなり良かったと思いますよ、うん、おっしゃる通りでベストゲームに近い試合だったと思いますし、うん、ドイツスペインを乗り越えてのクロアチア、うんうん、だったんで、もちろんクロアチアがいいチームっていうのは分かってましたし、うん、ただ一方である程度こうしっかりね守ってくるチームだったっていうのは印象としてはあったんで、うん、そこをまず先制できたっていうのは非常に大きかったなっていうのはあって、うん、ただ後半そこもじゃあ2点目をどれだけリスクを負って取りに行くかっていうところの判断がやっぱり難しかったと思いますし、うん、ブロックを引いて守ってる分には結構やられないっていう自信もあったと思うんですよね、うんうん、そのチームとして、うん、それはドイツだったりスペインを、うん、に対してやってたんで、うん、クロアチアに対してもしっかりブロックを引いたら守れるっていうイメージは僕個人もあったし、多分周りの選手もそこは自信持ってたと思うんですけど、うん、違いはクロアチアは結構ラフにクロスを入れてきたんですよ。そうだよね、うん、サイドからのスペインとかだと結構最後まで崩して、うん、ラストパスでちょっと合わないとか、うん、そこで最後シュートブロックできるみたいなのありましたけど、うん、クロアチア
の選手はシンプルにサイドで持ったらもうとにかく放り込んできた、うんうん、でそこで事故を起こすみたいな感じのプレーを特に後半はかなりやってきたんで、うんうん、そこで一個本当にあのシーンだけ点でしっかり合わせられて決められたっていうところなんで、うんうん、もちろん相手もそこは多分ある程度分析した中でやってきてたのかなっていう感じがしました、うん、PK 戦、うん、ね、移行して俺はもう選手だったからでも PK に対しての、ね、賛否っていうかいろんな、意見があるじゃない、はい、俺はもう PK になったらもうそのキーパーの実力だったりとか、うん、もちろん運っていうのも大きくあるんだけど、うん、そのしょうがない部分そのやっぱり PK 慣れしてるとかさ、はいはい、うん、そういう人もいると思うんだけど実際に PKに突入した時の、はい、もちろん勝つっていう風には思ってただろうけど、うん、冷静に見た時にどうだった、はい、PK 戦に移行した時に僕はもうなんか勝てると思ってましたけどね、うん、で僕も蹴りたいと思ってたし、ああそうなんだ、まあ、知ってると思いますけどルヴァンで5番目蹴って、うんうん、そうだね、決めてたんで、うん、そのいいイメージがあったから5番目に蹴りたいと思って、うん、なるほど、で5番目って言ったんだ、で僕はそうですね、うん、5番目に蹴りたいって思ってで、うんうん、その5番目に蹴って自分がまたそのルヴァンカップのように決めて、うん、いるイメージがね、ベスト8に行くっていうイメージしか持ってなかったです、うん、結構そういうメンタルは PK 戦とかは大事だと思うんで、うん、ポジティブなマインドだったり、うん、そうだね、うん、そこはそんな感じでした、ね、でもあの本当、まあクロアチアのキーパーのレベルがめちゃくちゃ高かったっていうのは、うん、まあ、その次のブラジル戦を見てももう立証されたと思うんだけど、はい、まあ、本当僅差だったと思うのよ、でも、うんうん、分かんなかったと思うし、うん、だからまあその PK に対しての意見とか、うんうんうん、いろんな賛否っていうところは立てる人しか分からないから、まあそうですね、うん、クロアチアもかなり、ね、分析をしてたと思いますし、そうだよね、まあ、あの PK 戦に関しては、まあ、個人的にはもう本当にワールドカップで PK 蹴れるチャンスなんて、うん、ないじゃん、一生あるかないかぐらい、一回あるかないかぐらいなレベルじゃないですか、うんうん、そういう意味では僕は蹴りたいと思うし、うん、それを全部責任をね、うん、国民のみんな皆さんが見てる責任を背負って蹴って、うん、もう外してもしょうがないと思える覚悟を持てるか、うんうんうん、そうだね、はい、そこだと思うんですよ、うん、蹴る勇気よりも、うん、その上での、まあ、意見っていうところにしてもらえたら選手たちは報われるだろうし、うん、っていうのをちょっと伝えたくて、うん、だってロベルト・バッジョが決勝であのスーパースターが上に吹かしちゃうとか、うんうん、そんくらい PK って難しくもありプレッシャーもあり、うん、いろんなものがのしかかってきてるから、まあ、かなり駆け引きがありますから、うん、かなり、まあ、キーパーの質も高かったりとか、うん、いろんなものがあるから、まあ、それで、まあ、ちょっと最後に聞きたいんですけど、まあ、今回そのこのデュエルの本を出して今後の日本サッカー界とか含めていろんなメッセージを発信してると思うんだけど、はい、今後日本サッカーがどう進むべきかっていうのが渡り自身がどう思ってるのかなと思ってて、どういうサッカーをするとかさ、正解はないと思うから、うん、まあそうですね、うん、今回みたいな現実的な戦い方をすると、うん、やはりもっとじゃあ自分たちが主体的にボールを持ってサッカーした方がいいんじゃないかみたいな話にはなっていくっていうところで、うん、まあ、もちろん僕もそれを目指すっていうのは一つの方向性としてありだとは思うんですよ、うんうん、まあ、そういうふうに個で勝れる選手たちが出てきたっていうところはそういうふうにあの戦い方をシフトするチャンスでもあるかもしれない、うん、ただこういう現実的な戦い方っていうのもベスト8に行くっていうことを目指すのであれば、うん、すごく現実的な戦い方ではあると思うんですよ、ねうんうんうん、実際モロッコがそれでベスト4まで行ったりとか、うん そ, ね、そのタイミングっていうのは日本代表もいつかは来る可能性はあると思うんですよ、うん、ただ日本代表がじゃあ優勝目指すっていう風になっていくと、やっぱり自分たちがどれだけ主体的に主体性で持ってサッカーできるかみたいなところだと思うんで、うん、そこは非常にその目標設定が今は16を超えることなのか、うん、いやいやもう日本代表を目指し、優勝を目指していきましょうよなのかによってもサッカーが変わってくると思うし、うん、そこら辺はその正解がないように、うん、最適解をこの本でも常に語ってるように見つけていけば、うんうんまあ、これは別に選手だけじゃなくて、うん、その日本国民みんなで探しながら見つけていくのがいいんじゃないかなと思います、ね、力強いメッセージをいただいたので時間も来たので終わりたいと思うんですが、はい、最後メッセージをじゃあちょっとサッカーファンに、はい、でまずあのワールドカップの応援ありがとうございました。これからの4年っていうのは日本代表にとってはすごく重要な4年になると個人的には思ってるんで、引き続き、まあ、代表の応援と、まあ、あとはねあの J リーグだったり、まあ、海外
所属している選手のこともね、うん、あの追って試合を見てくれると嬉しいんで、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんこのデュエルを見てデュエル強くなりましょう。まず那須さんちゃんと読んでください、はいはい、しっかり読ませてもらいます、はい、こちら概要欄の方に記載しておきます。よろしくお願いします。遠藤航選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。